次の会場なかなかこの人もバンドしたね。昔はね、芸能人だなって言っちゃってさ、可愛いもんだけど、芸能人レーダーももうなんか退化しちゃうよね。芸能人だらけやんな。Fuck you.
Thank you.
分お店の社長と思ったんだけど、でもその人は教えてもらって最近の中で結構的にちょっと思ってたんですけど、テレビと絡むと感じる雰囲気。